Video Diary September the 16th, 2017 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan ビデオ日誌2017年9月16日おはようございます。ブッダの言葉です。 You will not be punished for your anger. You will be punished by your anger. あなたは自分の怒りによって罰せられることはないでしょう。しかしあなたはその怒りそのものによって罰せられるでしょう。と。つまりあなたが怒る怒らないはそれはあなたの勝手でしょう。怒ることによってあなた自身が罰せられることはないでしょう。しかしあなたのその怒りによってあなた自身が罰せられるのですよ、というふうに解釈しましたが、ブッダはあちこちで怒りを戒めています。今日一日怒ることなく怒ることなく平穏無事に過ごしたいと思います。で、昨夜寝る前にワイフとこんな話をしました。ちょうど去年2016年の9月頃のことですけども、夏の真っ盛りの時もそうでしたね。体がだるくてですね、だるいというか思うように動かなくてですね、調子が悪いという日々が続いたわけです。で、その後10月へ入ってすぐですよね、検査結果が出ましてね、それでもう40年近く行っている医院へ行きましたらね、その大先生、王先生って呼んでるんですけどもね、その大先生がですね、林さん、ちょっとこっち来なさい、こっち、奥さんはいい、奥さんは、旦那さん、あんたちょっとこっち来なさいって言われましてね、で、座りましたら、あんたね、この数値だったら、明日死んでもおかしくないんだよ、心筋梗塞か脳梗塞、どっちで死んでもおかしくないんだよ、分かってるってな感じだったんですね。で、その前にすでに9月27日か8日だと思うんですけども、半年ぶりに医院行きましたらね、それ前に受けた診断結果が出てましてね、それでカルテには、糖尿病と大きな字で漢字で書いてありましたね。で、私驚きまして、糖尿病ですかって言いましたら、そうですってなことを言われたと思います。そういう状況だったんですね。ですから杖なしで歩くということ自体がもうできなくなっていましたからね、散歩に行くにも常に杖を持っていました。カンカンとね、杖を叩きながら歩いていました。で、坂道って言いますかね、傾斜地になりますとバランスがうまく取れないんですよね。ふらつくわけです。で、そういうところでは、杖を2つつくということはありませんでしたけども、杖が2つあったらな、なんていうことはよく思いました。で、その直後から11月、12月とですね、大きな講演会を抱えていましたけども、そうした講演会をする自信もなくしていましたね。当時の気持ちを思いやると、ちょうど1年前、のことですからね、思い出しながらそんな話をワイフとしたわけです。去年の今頃は僕は杖なしでは歩けなかったんだけどな、なんてね言っていたわけです。で、今は
どうかと言いますと、体も軽くなり、心も軽くなりましたね。はい。で、そうした自分をワイフに伝えながらね、でもね、僕ね、よかったとは思ってないんだよ、というような話をしたんですね。よかったとは思えないんですよ。しかし、ありがたいことだというふうには思っています。よかったというのはですね、なんていうかな、どこかにこう他人の目を意識した言い方ではないかと私は思うわけです。自分自身のことを考えるとですね、自分には私しかいないわけですし、私が全てで、私以外に私はいないわけですよね。で、私が私だと分かるためには、私を他人の、まあ、目の中、体の中、心の中に置いてみて初めて分かるわけですよね。まあ、少し分かりにくい話になりましたので、こんなことがあったんですよ。もう今から 3,40 年前ですよね。まあ、K 君という幼稚園の年長児でしたね。どうしようもないほどと言いますか、言葉きついですけども、まあそうした知的な世界とは無関係の子供がいたわけですね。で、まあ私一生懸命、まあ、指導したんだろうと思いますけども、なんとか浜松でも1番2番は今ね争う、まあ、進学小学校といいますかね、小中一貫校に入ったわけです。浜松市内にはその学校1校しかありませんでした。で、案の定入ってからもですね、まあ学校内でも目立つほど、まあ、最下位といいますかね、いつもいわゆる、まあはい、というような子供だったんですね。まあ、K 君と言います。で、その K 君がですね、小学校6年、そして中学3年生まで私の教室に通ってくれました。で、いよいよ3年生になってですね、その先の進学校が、高校がですね、なかったわけですよね。まあ、そういう日が近づいてきたわけですけども、そんなある日ですよね、私 K 君にこう聞いたんですよ。君ね、ずっと勉強得意じゃなかったしね、いつも辛い思いをしたんじゃないの、というようなことから話したと思うんですね。で、その時にこう聞いたんですよ。でもね、君ね、その小学校中学校へ入ったことを後悔してないか、というふうに聞いたんですよね。そしたらその K 君がケラケラケラと笑ってね、性格は大変明るい子でしてね、うん、全然後悔してないよって言うんですよね。えってな感じですね、私はね。あ、そう。でもみんなにいろいろといじめられたり辛いこともあったんじゃないのって言いましたら、うん、僕ね、勉強は苦手だったけど運動は得意だったしねってな感じでまた言うんですよね。あ、そう。そしたら K 君がこう言ったんですよね。でもね、僕ね、今の学校好きなんだよ。だってね、友達もたくさんいるし楽しいもん、という言い方をしたんですよね。で、考えてみればですね、 K 君にしてみれば後にも先にも周りにもですね、その学校しかないわけですよ。また他の学校で過ごしたという経験もないわけですよね。つまり K 君にとってはその学校が全てであり、まあそれ以外に判断基準といいますか、判断する視点がないわけです。つまりその K 君にとってはその学校が私ということになるわけですよね。しかし一方、私という、まあ、立場からその K 君を見るとですね、まあいろいろと噂はね、その間に伝わってきましたからね。つまり
K 君というのはその学校でもおどけ役、ひょうきん者役という感じで、まあ、笑わせるという意味では存在感があったのかもしれませんけども、その勉強ができない学習、まあ、進学、まあ、大変なね、進学校的な学校でしたからね、本当はそうではないのかもしれませんけども、そうした学校だったんですよ。今はね、すごくそういうことはなくなったように感じてますけども、当時はそうだったんですよね。で、そういうところで私の目から見て後悔してるんじゃないか、もっと言えばですね、圭君には圭君のあった学校へ行ってですね、それなりに、まあのんびりとそういう目で見られない学校で過ごした方が良かったんじゃないのかなというような思いを持って行ったんですけども、当の本人はそうじゃないんですよね。楽しかった、友達もたくさん、楽しいよとかね、友達もたくさんいるしってなことを言うわけですよ。あ、そうってことになったわけですね。つまりその圭君にしてみれば、繰り返しになりますけども、まあその学校以外に知ることはないわけですよね。と同時にそれは私たち自身の問題でもあるわけです。つまり今私はですね、まあ去年よりも健康になった、あるいは去年の私は、まあ、大変と言いますか、随分ひどい状況にあったということになるわけです。がしかしそれは私なんですよね。他の人よりも不健康になったからといって、それも私、そして今健康になったとしてもですね、それも私なんですよね。他人との、あるいは他者との比較においてどうこうという問題ではないんですよね。例えばひどい言い方をしますとですね、すでに私の年齢で高い亡くなった、まあ、人もいるわけです。そういう自分と、そういう人たちと比べてですね、まあ、そういう人は若くして亡くなった人もいるわけですけども、そういう人と比較して、ああ自分は良かったなんてことは思ってはいけないし、思う必要もないし、それはその早く亡くなった人に対する冒涜だと私は思うわけです。その人はその人でいろんな事情があり、病気を抱えていてということになるわけですからね。と同時に、それはつまり分かりやすく言いますと、明日は我が身だということです。今この瞬間においてよくてもですね、明日のことは分からない、そんな分からない自分をすぐそこに置いてですね、よかった、逆に言うとそのよかったと思う部分でね、どこかに他人の目を感じているのではないかというのは、そういう意味なんですよ。つまり他人の目から見てよかったという部分でよかったと思うわけですよね。でもそんなことは関係ないわけですよ。仮に去年の私がまあ大変な不健康であったとしてもですよ、それは私自身の問題であり、私はその時点において納得してましたからね。どう納得していたかと言いますと、まあ、こうした動画作りをしているとですね、4時間、5時間、6時間座りっぱなしで、まあ、常に運動不足ということになるわけですよね。そんな時私はもういいや、いつ死んでもいいやという気持ちになっていたことは事実なんですよ。そう思いながら仕事と言いますか、作業をしてましたね。いつ死んでもおかしくないなというような状況だったんですよ。あるいはこんなことしてたら死んじゃうぞというような思いを常に感じながら、ままよってな感じで、まあ、謎解きの動画を作っていたわけですね。それが去年の私だったんですよ。ですからその時点で私が死んだとしてもですね、それは望むところではないにしても仕方のないことだったんですよね。実際その少し前に廊下を歩いていて、バタンと、まあ、後頭部にね、激痛を感じましてね、まあ神経痛の中でも最大級の神経痛だったと思うんですけども、感じまして床にバタンと倒れたんですね。でその時に
ふっと気がつくと両手を木の床に据えてですね、そしてその手が見えたんですけども、私の心はすごく安らいでいましたね。穏やかでした。そして私はふとこう思いましたね。ああ、これで死ねるんだって。ああ、これで死ねるんだと思いましたね。まあ今の段階では詳しく話すということも問題があるかと思いますけども、精神的にも大変つらい日々を送っていましたからね。がしかしその時に本当に自分が安らいだ気もしているのを知りました。と同時に私はこう思いましたね。なんだ、みんな、そして僕も死ぬことを恐れているけれども、死ぬことは何も怖いことじゃないんだ、なんてね。そう思いましたね。で、そういう自分でしたから、仮にね、私がその時死んでいて、そういう私と比べながら生きている人はね、ああ、俺は林は早く死んだけども、俺はまだ生きてるぞ、よかったな、なんて思ったとしてもですね、それに対して私がとやかく思うことはないですよね。仮に、まあ、亡霊のような形でね、生きていたとしても、あ、生きてる、亡霊で生きてるってのもおかしいですけどもね、ともかく私はそういったことを考えない人間ですけども、特に昔に死んでるということはもう死体そのものがないわけですからね、そういうふうに思うこともないんでしょうけども、それはその人の勝手であり、それが私に跳ね返ってくるということはないわけです。と同時に今、去年の自分と比べてですね、よかったな、よかったねっていう気分にはならないんですよね。それは先ほど見えましたように、明日は我が身ですからね、どんな場合でも。それは分からないんですよ、何が起きるか。はい、そういう自分を常に前に置いておりますから、よかったなんて、いわゆる、まあ、ぬか喜びしたところでね、意味ないわけですよね。まあ、ぬか喜びっていうのは、これはだん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 年を取るとなくなってきますけどもね、まあ、いいことがあってもパッとは喜ばないということですよ。まあ、そういうことなんですよね。ですから、まあ、ぬか喜びっていうのは、まあ、戒めながら今も生きてますけども、というのは、まあ、ちょっと話それますけども、ぬか喜びすればその後の落差で今度はガクンときますからね。じゃあプラス1であってもその後にマイナス1が来るならば0の方がいいわけですよ。プラスマイナス0、つまり平常心の方がいいわけですよね。まあ、そういった心理も起きてくるわけですけども、ともかくも、まあ、よかったと思うのはぬか喜びなのですね。ではどういうふうに感じるかと言いますと、まず第一に、あのドクターがね、王先生が、林さん、明日死んでもおかしくないよ、これは。心筋梗塞か脳梗塞、どっちで死んでもおかしくないんだよ、分かってるかね、なんてね、叱られましたときに、ちょっと言いますけど、やっぱりお医者さんに叱られるっていうのは嬉しいですね。今時やっぱり少ないですね、そういうふうに叱ってくれるお医者さんっていうのは。まあ、ともかくも、そういうふうに叱られて、いつ死んでもおかしくないという状況で、この1年間、無事過ごすことができた。そして今のこの状況では、まあ、なんて言いますか、次の1年間、来年の9月までは多分大丈夫じゃないだろうかということなんですよね。仮に、まあ、大きな病気をしたところなったところでね、すぐ死ぬというわけじゃありませんからね、なんとかごまかし治療すれば、まあ大きな病気になったところで1年や2年は生き延びられますからね。今ね、その1年や2年にまた全力を尽くせば、まあ密度の濃い人生ということになるわけですよね。まあブッダが言った
言葉だと思うんですけどもね、無益に100年生きるよりも有益に1日生きた方が価値がある。まあ、つまり寿命というのは数字ではなくて生き様の問題だということですね。つまりどういう生き方をしたかということが問題であって、90歳になるまで生きたからよかったとかね、100歳まで生きたからよかったというふうには、単純にはもちろんそれだけ長く生きるということは尊いことですけども、それイコール価値があるというふうには結びつけられないわけですよね。そういう、まあ要するに中身だということですよね。ですから、その1年2年多分大丈夫じゃないかという思いの中で、また何かができるぞという期待、目的、希望が生まれてくるわけですよね。それが重要ですから、まあそういう他人との目を比較してね、ちょうど先ほどちょっと例として挙げて、ちょっとあまりいい例じゃないのかななんて別の心では思ってますけども、要するに K 君にしてみればですね、私のような目は必要ないわけですよ。私が思っているような目は必要ないわけですよ。自分は楽しかったと、友達がいて楽しかった、できて楽しかったって言ってるなら、それは K 君なんですよ。で、私がそうじゃないんだけどな、お前もっと他の学校行ってってことを言う必要もないし、言ってはいけないし、そのように思うこと自体も失礼なんですけどもね、思うことを K 君に言ったところで意味はないし、それによって K 君が影響を受ける必要もないし、K 君がそれによってどうこうというふうに反省する、もうどうせもうね、中学3年生まで終わってたわけですからね、今更もう終わった段階でそんなこと言われても K 君とて困りますよね。他の小学校入ってた方が良かったんじゃないのって言われたって、もう戻ることはできないわけですから、いらんことですよ、いらんおせっかいですよ、はっきり言えばバカ野郎ですよね。そういうことになるわけですよ。そのバカ野郎のことを私が思ったわけですよね。つまりその時点において私はバカ野郎だったということなんですよ。と同時に今私はそのように考えるわけです。去年の今頃、いつ死んでもおかしくないよと言われた自分がそこにいたわけです。がしかし、この1年間無事病気らしい病気ゼロという状況で、本当に1年間、この前2、3日前にね、ちょっと頭痛があったのは、まあ、睡眠不足による頭痛だったんですけどもね、それ以外、まあ、薬、頭痛薬、軽い頭痛薬にしても飲んだことはないんですよね。本当にピン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 と1年間過ごすことができたというのは、これは私自身の問題としてありがたいことなんですね。嬉しいという感覚は湧いてきませんね。どうして嬉しいと思わなくちゃいけないんですかね。例えば病気をしてね、これは治らないぞって言われた病気をしていて治ったということであるならば嬉しいわけですけどもね、ああよかった、嬉しいなーっていう気持ちも湧いてくるかもしれませんけども、それ以前の自分が別にそういう不都合な状況であったとしても、私はそれは受け入れていましたしね、いつ死んでもいいんだというような気持ちで仕事をしてましたよね。それは間違いないんですよ。こんなことしてたら死んじゃうぞというような思いだったからね、病気という病気ではなかったんですよ。ただ歩く時に杖が必要だったっていうだけの話かもしれませんよね。私の年齢ではですね、杖をついて歩いてる人は珍しくも何ともないんですよね。ですからまあ、はい。で、今、この2017年の9月16日になってみてですね、なんか今日はなんか回りくどいしつこい話をしてますね、私ね。まあ、屁理屈ばっか並べて、もっと早いし、もう考えすぎなんだから、もっと気楽に軽く考えて、さっと今日の仕事始めろなんていうね、自分もどこかにいるんですけどもね。要するに、まあ結論に急ぎましょう。ありがたいということです。生きていることはありがたいということです。まあ、健康でいられればさらにありがたいということです。感謝の気持ちですよね。つまりこの感謝の気持ちがあればですね、すべての怒りが引っ込んでしまいますよね。はい。そして冒頭の話に戻りますけども、ブッダが言うようにですね、怒るということは
まあこれ仕方ないことだということでしょうね。それはいろんな怒りがありますよ。しかしね、静かに、心静かに穏やかに怒るという場合もありますしね。何も怒ると言ってもね、大声を上げてね、物を投げつけるだけじゃありませんからね。まあ怒るということはそれは仕方ないことだと。しかしその怒ることによってあなた自身が罰せられますよということなんですよね。じゃあ怒りを収めようといったところでね、喜怒哀楽の情というのは常に人間は生き生きしてそうした感情になりますからね。漢方東洋でも七情というんですけどもね、まあ、そういった感情、まあ、私たちは感情の動物奴隷であることは事実なんですよね、まあ、それはそれなんですけども、そうではなくて怒ること自体によって、まあ、怒ることによってね、いわゆる心身の変調を伴ってですね、そして結果としてあなた自身が罰せられる、まあ、ブッダが言う罰せられるということは自分の命、人生、時間を無駄にする、無駄にする、無駄にしますよ、真理の道から遠ざかりますよという意味で言っているのだろうと思いますけども、そうした自分から本来の目的から遠ざかりますよ、つまりそういう意味で損をするのはあなた自身なんですよということを教えているということです。ではどうするかですけども、ともかくも結論として今言えることは、得したとか損したとかという他人の目を意識した言い方ではなくて、自分自身の問題として今ここにいて、そして爽やかな秋の風を感じ、今日は曇り空ですけども、そうした大気を胸深くに吸うことによって息ができる、光が見える、音が聞こえる、何でもないことの中に感謝の念を感じるということではないでしょうかね。結果として怒りから遠ざかることができるということになるわけです。まあ本当に、まあ林浩司考えすぎじゃないのなんてね、思われる方も多いかと思いますけども、今朝の私はそんなことを考えました。で、今日はちょっと早い時刻に、実はね5時頃起きて運動して書斎に入ったんですよ。というのは今日昼頃にですね、一人客が来ますし、夜は夜でやりたいことが、夕方はやりたいことがありますし、夜はねワイフが映画見に行こうなんてせがんでますのでね、なんでもエイリアンという映画が昨日なんか封切られたみたいですね、それを見たいなんて言うもんですから、じゃあ行こうかなんてね、エイリアン、はい、エイリアンですということで、今日は早めに作業を済ませて、他にちょっとやりたいことがあるもんですから早めに起きましたということで、今日9月16日土曜日です。頑張って今日も仕事をします。それでは皆さん、素晴らしい一日をお迎えください。ありがたく思い、怒りを収める。ですね。バイ。